小畑チャンネルへようこそ小林拓一郎ですいえイ,イ今日はね、え、5月の11日月曜日のミラパーがちょうど終わったところですちょうどね、週末、というか先週か、えー、学生時代からずっと仲の良かった友達で今でも仲いい友達からね、連絡もらってまあちょっと話をしたんですけどもそいつがね、お前最近自分の時間軸を忘れていないかっていうふうに まあ突然こう投げかけてきたわけですよ。もう禅問答のような言葉をね。まあそいつが言うには。お前んち小林家には。まあ世間とは違う独特の時間が流れたと思うんだけど。一昨年親父さん亡くしてから、お前それ見失ってないかって言われたんですね。あ。まあ確かにそのうちの親父っていうのは結構そのい,いわゆる世間でいうなんか。出世してやるぞーとか、そういうなんか。 なんかそういう欲望とか願望とかとはもう全然違うところに身を置いていて自分の世界観っていうのがあってその中でゆったりと過ごしてた人だなーっていう風に思うんですよねまあ確かになと。でそれがやっぱり独特のなんか空気感小林家の中でそれが生まれていたみたいでまあ確かにその言われた友達もですねあのの昔中学校1年生の時にに一緒に 学校通ってたんですけどいつもそいつをね早く来てくれるんですけど15分20分ぐらい外で待たせちゃ,っちゃ,う,待たせちゃうんですよね。もうでごめんって言ってで、ね、バーって走っていってダッシュで学校に結局向かうみたいないつもごめんなーなんて言いながらなんかそのそれが僕の時間軸だったんですよね。であと旅行とかもよく行くんですよ。本当ににね自分のの人生節節目節目でそいつと旅行に行ってて でそいつがね計画する旅行ってのはもう完璧なぐらいなスケジューリングで,でさらにもういい具合のこの濃密度なんですよだけど僕がね計画した時の旅行っていうのはう本当にグダグダになっちゃってなんかここ行こうぜここに行ってなんか食おうぜっつって言ったらもう臨時休業とかそもそももうやってないとかねなんかもうその調べ何かなななないいんんんですよねなんかかあるだろううみたいななんかも行き当たりばったり感というか。 で大体案も特になないいみたいなだからもうなんだろうなっていうそのまあそれが僕の計画みたいな感じなんですけどその計画性の感じから言ってお前はなんかきちきちやろうとすると結果駄目になってることが多いぞっていうのは言われたんですよ。 あこれも確かになって、まあ、でもそんな僕はう6年も連続でね今もポートランドツアーをやらしてもらっているなっていう話なんですけどもねこれはもう本当に一緒にやってくださってるツアーコンダクターのワニベさんありがとうございます本当にいつもいろいろね僕が好きかって言ってるけど本当形にしてくださってるのは本当ワニベさんだからねあのツアーはねそう、まあ、ちょっと話それちゃいましたけれども本当にあのー、なんだろうな自分の時間軸最初の話に戻りますけどそこなんですよね。 その友達が、僕は留学中に遊びに来たことがあって、オレゴンでの僕の過ごし方、あの時のゆったりとした時間っていうのが、お前の時間軸だと思うってことも言ってくれたんですよ。そういうのどういうことかっていうと、そいつ来た時も、もう来た早々にいきなり山連れてって <laughs>、ハイキングさせて、でそのまんま、時差ボケなのにそんなことさせながら、疲れ切った状態でで、結局家帰って、ぐわー寝て、 起きたら次の日の日夕方でじゃあそこからじゃあどうするって、まあ、無計画な感じでそれこそもうそれこそ何,もや何をやるってことを決めるわけでもなくまあじゃあなんかとりあえず、まあ、今起きて行けるとこ行こうかって言って雨降ってたけどじゃあ海岸の方にカジノがあるからそっち行こうかっつってカジノ行ってとか言ってなんかもう行き当たりばったりの思うがままに動いてみるこの今日何するみたいな時間感覚っていうのが。 僕には結構向いてたりするのかなっていうそれはその友達に言われたことですねここ最近はもう時間に追われちゃうことの方が多かったですね特に週末なんかもすごいこうありがたいことですけどもお仕事で埋まっている中でどう空き時間で自分の時間を過ごすかっていうようなことを考えてたんですけどだからオレゴンに行くたびにその オレゴンに行ってる時だけが自分のオレゴン時間軸だったなっていうそうじゃなくてもともとオレゴン時間もそうだしその友達が言ってくれたように小林家に流れてるゆったりとした時間っていうのは抜けきらないわけだからうんそれをどっかに置いてきちゃってないかっていうのは指摘されて本当にその通りだなってちょっと思いました。ででもこののコロナの影響で 今はその時間軸を取り戻せてだから本んまあありがたいことにレギュラー番組はこうやってミラパパやらせてもらってますけどそれ以外の仕事っていうのはほとんどもうしゃべりの仕事はないわけでそんな中でじゃあ今日何しようみたいなもちろんグレープパークのことで動いてることでたくさんやらなきゃいけないことももちろんあるんだけどとはいえこんなきちきちやるような作業でもなくて。 そうなるとぼんやーりとなんとなく今日はじゃあグレープパークのこと考えてみようかなーとかあこんなグッズできたら面白いなーとかボてぼわっと考えてたりとか何かわかんないけど絵描いてみようって一日絵描いてたりとかねあのとにかくネットフリックス見まくってるとかうんそんな過ごし方をあのオレゴンの留学以来かなこんな風に過ごせてるなーって思うのは。 だから今自分の時間軸を取り戻しているのかなと思うんですこれって結構いろんな人に当てはまることなんじゃないかなと思うんですよねどうしても社会に出ると知らず知らずのうちに何かいろんな鎧を着ちゃってその鎧を着てまあ世間と戦いに行ったりとかなんか時間に追われちゃうで見失っちゃうそんなつもりは自分はなかったとしても 結果そうなってしまっているっていうことはたくさんあってでもこのコロナの影響で時間ができた改めて自分の時間軸ってなんだろうっていうことを考えられてるのかなって思います僕はだからそれをねすごい感じてああこの今日何しようっていう感覚って実は僕にとってねそれが実は僕にとってはすごい幸せなことだったんだなって今すごい感じてますねうんだからそういう意味では 1> 1日1日なんとなくこれやろうかなっていうことで充実はしててるのかな,なんていう,ふうにも思いま,すまあミラパーではね学生向けの皆さんにお話をしてるんで学生時代の友達大事にしないよっていうのと学生の頃になんとなく過ごしてるその時間っていうのが実は自分の時間軸なんだよってことを。 まあ今言われてもなかなか難しいことな気づくのには難しいことなのかなっていうのは思うけどなんとなく大人になった時に「そういやラジオで昔そんなこと言ってた人いたな」みたいなことをちょっと思い出してくれればいいなとも思うし今これを見てくださっている大人の皆さんはその自分の学生時代のあの頃の自分の時間軸を今は取り戻すいいチャンスだと思うので是非一度振り返ってみる機会にしてみてはどうでしょうか 最近はそんな風にゆったり過ごすことを楽しんでおります。また、いいねもよろしく、チャンネル登録もよろしくね。